はい、皆様こんにちは。今日はね、タコ返しで偶然見かけたシリーズですね。四方の方になりますが、こう疲労地蔵堂のなんか書いてあるね、六地蔵石仏ってなっとって、この石仏は古墳自体の二石と見られる石棺の二石と見られる石棺に古墳型光背を持つ六個の地蔵菩薩十像を上下2段で分けて半肉彫りしたものです。これか。で、六地蔵の左下にはこの石仏の世主の女人の姿が刻まれていますと。加古川地域の特色を示すものでて、複数の仏像を並べた石棺石仏で、はい、念仏ね、念仏と書いてありますが、このはこれがあれかな、女人の人のあれかな。ちょっと撮っておいてあげましょう。これもなんか珍しいね。こんななんか石仏みたいなのが並べられてるよね。まあ、ちょっとショート動画にはなろうと思いますが、こういうものがあって、まあ、だけどこのこういう形状のものってね、時々かあのこの地域では見かけますよね。うん、裏にもなんかあるし、ね、これ何でしょうこの建物は。車はね、ちょっとね、そこバスの展開場だと思うんですけどね、ここにちょっと止めらせてもらえるんで、短時間でしたらいいでしょう。これはちょっとお堂みたいになってて、おそらくそういう関連のあれだと思うんですよね。お地蔵さんの。あ、なんかお地蔵さんあるわ。上がっていいんやろか、これね。ね。ちょっと。開けられるようになっとんな。あ、でもあんまりね、うん、まあ、ちょっと開けられた。よし、はい、こういう感じで、お地蔵さんこんにちはね、ちゃんとお祭りされてますよね、うん、よだれかけしてこう開くようになってますんでね、まあ、ちょっと興味のある人は見てください。上げられるかもしれない。ちょっとやめて。はい、という感じですね。本日もご視聴いただきありがとうございました。ショート動画ですけどね、偶然見かけたシリーズ。よろしければまた皆さんもお寄りください。それではね、またよろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日も最後までありがとうございました。